はいどうもホリデー,レコーのですホリデーミーティング今日も始まりましたよろしくお願いしますでは早速今回のゲスト紹介したいと思います今回のゲストは大阪のバンドマンチェスタースクールのフロントマン春朗君に来てもらいましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃ今日はじゃあ今日はマンチェスタースクールと春朗君のこといろいろ聞いていきたいと思いますんで、はい、どうぞよろしくお願いしますお願いします 会うのってベーコンのイベント以来ですかね。アニマのうん。ね、そうです。そうですよね。うん、そうです。なんかちょこちょこ合ってるイメージあるけど、でも、多分そうです。多分会うのはそれぶりか。うん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 。なんか打ち合わせみたいなのを一回ね。ああ、一回ね、飲みに行きましたもんね。んうん。それその前でんもん。それは前の日かな。あ、ちゃう、前の日ちゃうわ。なんかライブの前の日だった。ですよね。うんうん、そうそう。 じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあいきなりタイトルゴール行きましょうか、早速。はい。じゃあ行きまーす。ホリデーレコーズ上のひだき,きの。ホリデーミーティングホリデーレコーズ上のひだきの。ホリデーミーティング はいそれでは今日は大阪のバンド <laughs> マンチェスタースクールの春く君をゲストに迎えていろいろ聞いていきたいと思いますよろしくお願いしますお願いします素晴らしい<笑><笑>じゃあ早速簡単に <laughs>、はい、マンチェスタースクールと春く君の自己紹介お願いします、うん、えっ、ー、と大阪でマンチェスタースクール3本ラインをやっております、えー、ボーカルギターの春ーですはい どんなバンドかじゃあバンドの自己紹介もよくいいでしょうかどんなバンドだろうえっ、ー、とあ、まあ、自分で言うのむずいよね <laughs> これね,で,で,ねでも自分で言えた方がいいですよねなんかちょっと言ってみてえなんだろうポップポップミュージックをやってますああ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 確かにな,確かになむ、まあ 難しいところなんですよね。そうそう,そう <laughs> まあおいおいちょっとおいおい。え,ー、えちなみに結成はいつぐらいでしたっけ結成ね。うん、結成はでも、はっきりぼんやりしてるんですよ。その本当に自然発生的にかっこい,い,いか <laughs> それ。あ、それかっこいいのかな、ね、何年とかないの,何年,ないの何年だろう。そのね、年数をよくね。あ、そうそう。うんうん、バンドの人って、大体年数で言うじゃないですか。 はい、2000年2002年にさあれがさとかって言うじゃないですかもう僕本当に何て言うのぼんやり生きてるんで記憶がもう <laughs> <laughs> そんなに <laughs> ぼんやりしちゃって<ー>だけど多分2000何、えー、て言うのゼロ世代だと思いますえっ、ー、とえ関西ゼロ世代ってことえっと結成時期はあゼロ年代に結成されたゼロ年代へえ<ー>2008年とかかなうわ10年以上だ 10年以上やってますね。おい、10年以上やってるわ。今思ったわ。<laughs> <laughs> すみません、10年やりまえじゃ何々、何々アニバーサリーとかできないじゃん。そう、なんかあれね、ね羨ましいなと思って。<laughs> で,あれでも、ちゃんと自分で言わ,言わなきゃだめなんですね。この日に僕は生まれましたって。うん、あ、そうそう,そう,そう。言うからですよね。そうそうだって、うんあ、そんなもん言ったもん勝ちですもんね。 じゃあ生誕日不明のなんか時々歴史上の人物でいるやつじゃん <laughs> <laughs> あーあーそのからの何年まではあるけど、うん、死んだ年数はあるけどそのははし、ね、何年から生まれたか分かんない、うん、そうそれだへえそうですね決めときます今度までにあじゃあお願いじゃあちなみにで EP1 枚、うん、アルバム1枚、うん、1> 7インチが2枚 2> そうです7インチは 一応一枚はスプリットそうですねチッツって大阪のバンドとって感じですねですね結構なじゃあ活動歴をやってますやってますねぼちぼちとああぼちぼちとじゃない頑張りますじゃまず最初にそのマンチェスタースクールどんなバンドなのかっていうのをリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思うんで曲を早速 まずは流したいと思います。はい。じゃあ曲紹介お願いします。えっと、マンチェスタースクールでアルツハイマーです。 マンチェスタースクールでアルツハイマーでしたイイということで今日はマンチェスタースクールのハルローくんをゲストに迎えてお送りしていますよろしくお願いしますじゃあさらに深くいろいろ聞いていきたいと思うんですけどどんどん深掘りしちゃってくださいはいディグっていきますディグってあのさっきの曲はい今流れた曲アルツハイマーがはいもちろんホリデーでも CD 売ってるんですけどはいこの曲が特にうううんんんホリデーのツイッターでうんうん 一応大反響ですね。で、それは見ました見ました。嬉しかったです。とっても。ありがとうございます。なんか、あれよあれよと、あれなんかすごい、なんかこう、リツイートとか、ファボられてるぞとか思いました。ですよね、んうん。でこの曲が、この曲についてちょっと聞きたいんですけど、僕、確か昔に、多分、春郎くクのツイッターで知ったんですけど、 この曲ってハルロー君のおばあちゃんについて歌った歌っていう風に見たと思うんですけど、うん、それって間違いないですか間違いないんですよそれがん,んかよく僕らなんか、うん、ラブソングをやってますみたいな、まあうん、ラ,ラブソングをやってるんですけど、うん、よくだからそのねサビの「僕のこと忘れてもいいんだよそれで初めて会ったあの日をもう一度」とかが、うん、なんかその「 あ切ないラブソングですねとかって言われることあるんですけどラブソングに違いはないけどまあこれは僕の本当におばあちゃんのことを歌いましたうんうん、うん、言ってしまうとあ、まあ、タイトルにも書いてあるけど、はいまあ、おばあちゃんの症状なんて言ったらいいかなまあまあアルツハイマーと呼ばれるものなのかそう,、ねうんうん、そう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 えー、それについてうん、うん なんかそのの歌詞の出だしの歌詞がすげえまず衝撃的で僕お<う>ええと飛びするふがじのレコード」はいはいそれねでも本当に僕の持ってるふがじのレコードは飛んでるんですよへえかあのね星しかも一番いい曲「ウェイティングルーム」ああ有名なやつじゃんあれの初めの ブレイクのところがあるんですよ。うん、タラララッタラララッタッタッタッて。らジャじゃんととととととってなるんですよ。じゃん,うん、うん、ジャーがすごくかっこいいんだけど、じゃんのところに、なんか、プチョッみたいなのが入ってるんですよ。だから、台無しじゃんみたいな。<laughs> そこがかっこいいのに、みたいな。あ、へえ、実はというか、なんだんでたらいいんや、これ。<laughs> 実は。あるある、本当にあったこと、うん。へえ。うんうん そうですねでもおばあちゃんがアルツハイマーになったっていうのがこの曲のきっかけっていうか、うん、作ったきっかけですね。いや何かさっきの歌詞は「うんうん、ふが字」ふがで時代が何かこうななんだろう何回じゃないけどリズムとかえそのいわゆる、ね、ポップな。 パンクな、うん、とはまた違う分でさらにおととびしてるっていうのが、うんうん、その症状をね、すごい言えてみようというか。あ嬉しい。ありがとうございます。<laughs> で、さっきも言ってた、うん、初めて会ったあの日を <laughs> なんかもう一度。はい。ますごい優しい歌。<laughs> なんか、僕、これ、ここにも書いてあるけど、アダム・サンドラーの、うんうん、知りません ?50 回目のファーストキスっていう。いや、僕ちょっとわかんないんですよ。映画 あ映画あ映画なんですよ。えー、アダム・サンドラーっていう俳優さんの出てる、あとドリュー・バリモア。あの、E.T. の子役の人とかなんですけど。九十、うんうん、90年代の有名な女優さんなんですけど。うんうんうん、へーの映画だ。の映画で、はい、それもヒロインが、うんうん、えーっと、そういうアルツハイマーの症状になってしまって。まあタイトルにもあるけど。 何回も、え愛を伝えていくっていう。あ忘れちゃうラブストーリーなんです。へぇー、あ、僕これ初めて知ります。あ、本当？見ようかな。あ、見てみて。うちょっと俺もストーリーも裏覚えなんだけど、うん。このアダム・サンドラって人はもともとコメディアンなんですけど。ああそうなんだ。映画詳しいんですね。あ、僕、伝えで働いてたから。あ、そうなんだ。その当時の映画は結構、見た。うん。すごい。へー、知らなかった僕。ぜひ見てみてください。 でこの曲の説明はもうさっきのともういか同文ですよ。えどういうことですかもう説明することなくなっちゃったみたいな。<laughs> いや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 , <laughs> いやそんなことないけど、うん、そうですねその、うん、この曲自体はもともと「l o v e ラバーズ v e ってファーストアルバムの中に入ってるんです1曲目が「アルツアンドハイマー」なんですけど、うんうん、えっとねそれをそのプリプロした時に。 そのえっと、レコーディングで練習みたいなんで録音した時に <laughs> この曲まだなかったんですよへえ<ー>であのアルバム出そうかなって思ってたらその時の、うん、そのリリースした時のレベルスラッシュオンライフっていうレベルなんです<の> <laughs> レイザーズエンジの方がしてるそうケンジさんがボスなんですけど、うん、がなんか やってる途中にこれお前ら一曲足りねえなみたいなこと言い出してえ何それ決め手がないぞみたいなことを言い出して僕すげえ腹立ったんですよ腹立つそれは腹立つよねもう無理だって出ねえって思っててそうでもうやけくそじゃないけど家帰ってなんだあの野郎クソ野と思って言ったらダメだけどわって作ったんですよだから多分僕が作った曲の中で一番作業時間の短い 曲えなのにいやもちろんめっちゃいい曲ででもそれなんか結構バンドあるあるなとこあるんじゃないですか何かねうんそうそう時間なくてパッと作った曲がこの大ヒットしてこの曲なんですみたいなねうんそうそうそうだからそういうのあるなと思ってえ面白いだからそれとすごいそのアルバム作る時の気合 うん、みたいなのがあって何か何 <laughs> であんなこと言うの健さん <laughs> と思ってそのわっっていう気持ちとその時本当におばあちゃんがちょうどアルツハイマーでっと診断されたっていう、うん、なんか混の混沌っていうか<ー>、うん、で結局なんか頭の中ぐちゃぐちゃの方がいい,、うん、い,い曲っていうかなんかこうクリエイティブっていうかになれちゃうんかなって自分でなるほどこの「アルツアハイマー」を聞くといつも僕思いますいやー いやーすげえ嬉しい、嬉しいエピソードありがとうなます。ね、<laughs> ちなみに、これ、僕、本当すごいおばあちゃん子なんですよ。<ー>どう見えてるのか分かんないけど,ど、ねい、見えてない、見えてない、おばあちゃん子には見てない。<laughs> すごいおばあちゃん大好きで、うん、でだったんですけど、そのうん、アルツハイマーで、なんかこう、言ったらボケボケちゃったみたいなことですよね、ざっくり言うと。うん、でなんか そそのの病院にねその行くんですよ <laughs>、うん、あのお見舞いっていうかじゃあねんだんだんね僕のことを忘れてるのが分かるんですよ<ー>行くたびに思い出すまでに時間かかってるし何、うん、だったらおばあちゃんは多分探りながら喋ってるんだと思った<ー>僕の名前をもすらわかんないし、うん、なこの人誰だったかなみたいな感じで初め喋りだしてはい、はい、なんかちょっとずつヒントをあげてなんか。 ね、そう孫のねとかって言いながら<う>ライブハウスでこないだったけど忘れちゃったバンドマンみたいなたそう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 ちょっとずつなんかヒントをあげて <laughs>、うん、なんか思い出してもらうみたいなことをやってたんですけど、うん、なんかそうなんかその時はね多分おばあちゃんはその忘れていくこと自分がいろんなことを忘れていくことを、うん、なんか認識してた時期だったんですよ あ要は自分が壊れていくことがなんかこう分かってた時期というか私ってなんかおかしくなっちゃったのかなみたいなだから見ててすごく辛くてでこの歌詞の通りなんですよねそのあの毎回行ってその思い出そうとして頑張ろうとしてるけど辛そうに思い出そうとして僕の名前とかもねだけどそんなこともしなくてもいい いいいって確かに本人はやっぱ申し訳なさとねそうそう自分がおかしくなったとかそうか,かそれだったらもう全部忘れてなんか毎回始めまして、うん、でこうでも僕はいいおばあちゃんが辛いんだったらそっちでいいよと思ったからなるほどの僕のこと忘れてもいいんだよと。 むちゃくちゃストレートなラブソングそうですねラブソングこれはでもそうですねラブソングですねいいでした素晴らしいお話ありがとうございまたいやいやいやでも全然僕は本当に自分のなんかこう生活の尺内でしかあの曲とか作らないから世界の情勢についてとか歌えないと思います多分自分のことばっかりですうん なるほどちょっとじゃあ引き続き、はい、そのさっきぐちゃぐちゃみたいなキーワードが出ましたけど僕が思うねマンチェスタースクールの魅力って、はい、まあ最初にポップミュージックって言ってくれましたけど、はい、何やろうななんかサウンドなのかなやっぱなんかそのクレイジーなところっていうかぐちゃぐちゃ感うん、うん、ぶっ飛んだ感じと、はい、ポップなところが共存してるっていうのが特徴かなって僕は 勝手に思ってて嬉しい、まあ、特に最初の2枚の EP とアルバムうん、うん、雨の匂い EP と、うん、ラバーズラバーズ v e は特に高速のハードコア、うんまあ、ハードコーパンクと、はい、ポップパンクパンクロックがブレンドされて構成されている、はいまあ、例えば 例えば僕の印象よただのサークルジャックスディセンデンツラモンズバズコックスとかちょっとコミカルな感じもあると思ってディッキーズアメリカのアバナナスブリッツツリックとか好き好きトイドールズとかトイドールズはファーストだけ好きああとかなんか ななんやろうなー全然政治的ではないけど、うんうん、デッド・ケネディーズの,あの人を食った感じのボーカリー、ボーカル。<laughs> なんかね、見て笑っちゃいそうなやつね。とそかなんか、そんな印象を <laughs> 受けたんですけどうん、うん、嬉しいです。ありがとうございます。まあ、実際、どんなバンドにインスピレーションを受けて、うん、こう作ってきました <laughs> <う>ヒントをいただければ。いやいやいや、そんなヒントなんて。なんか、僕、そう、ちょうどね、 昨日とかぐらいになんか昔すげえ聴いてたなって思うバンドとかを聴いてたんですよそれは日本のアイドルパンチっていうバンドご存知ですか知ってる、はい、パンクバンドハードコアパンクみたいなバンドなんですけどなんかすごい速くてでもめっちゃきっちりメロディックっていうかメロディックっていうかポップっていうかだけどなんかすごい破壊的なこう速さとか,なんか展開があって。 で,うん、でなんかそれって僕多分そういうバンドにすごくインスピレーションを感じてる一丁前だなインスピレーションとか俺何 <laughs> <ー>て言うかなえっ、ー、とだザ・フーとかも僕好きなんですよ<ー>パックバンドも好きだけど、うん、っていうのはなんかザ・フーとかさっき言った「アイドルバンチとかってなんか自分で自分のことを何、うん、で俺このバンド好きなんだろうとか。 大人だから思うんですねううえ、でもザ・ a ーとアイドルパンチは <laughs>、うんうん、もちろん国も時代もサウンドも全然違うと思う違うけど、うん、どんな文脈で繋がってるんですかハルローくんの中ではなんかね、うん、えっとね結局あの、まあ、暴力っていうか暴力とハーモニーっていうかそ,その二つが<ー>そのあい 全然違う反対のものみたいなのが2つ合わさってる感じが僕の思うポップミュージックの定義かなって思ってザ・フもアイドルパンチもそういうとこすごくなんか同じだなと思って確かにだからそういうのを作りたいって思ってます、ね、まあでもパンクロまあごめんザ・フは違うけど <laughs> うん、うん パンンククロックはそういういいバンド多なんかザ・フーとかも初めの方は、うん、あのギターの,あのピート・タウンゼンと鼻がこんなぴよってて大きい人がギターぶっ壊したりとか、うん、アップに突っ込んだりしたりしててなんかまあパンも,うもはやパンクバンドみたいな感じでしたねうん、うん、だけどなんかすごいキッズ・ア・オーライトとかそういう美しいっていうか、うん、曲とかハーモニーがねそうなんですよ暴力とハーモニーっていうか が僕の音楽ってかポップミュージックやりたいポップミュージックだなとん<ー>痛感してる今日この頃えじゃあステージでのアグレッシブなステージングとか、はい、あまあなんだろうなちょっとパンク的な <laughs> 意識してるかしてないかわかんないけど <laughs> うん、うん、そういうのも重要な要素なんですねそうですねなんかこうやっぱりこう お客さんっていうか聞いてくれたり見てくれたりする人にやっぱこうなんていうかなこういろんなものとしてこう僕が伝えた先さっき言ったその暴力とハーモニーっていうかそういうのをなんかこうえと曲でもありそのねライブパフォーマンスでもあり歌詞でもありでなんかこう伝えたいなみたいなのありますね。 ちなみに僕ああまあいいやうんそうですねええですちなみになんかあのライブのパフォーマンスですごいこうお手本にしてたバ,バンドの VTR、はいはい、っていう本当に狐がついたみたいなボーカルの人なんですけど、うん、<laughs> その人をすごいきつねがついたって何ていうのこう取りつかれたみたいなもうヒヤーみたいなパフォーマンスなんですけど<ー>ぜひ YouTube で皆さんご覧になってください。 バク転とかするんですよだってあ俺見たことないに最後の曲の決めあるじゃないですかじゃーんダーンみたいなあのダーンで最後バク転くるってしたりする身体能力高すぎそうそういやバク転はさすがに僕できないわと思ってそうへえでも好きなんですちなみにじゃちょっとだけえパンクの話聞くと全然ディセンデンツは好きディセンデンツ大好きんか身の回りの半径数メートルのうんうん 感じとかねあそ<ー>そうそうなんか普通っぽい感じとかね。うん、うんなんか時前で実は映画もね。あっ名前忘れてたえと、ー、何エイジだっけフィルムエイジか。とか見に行ってその時そのボーカルの,あの人が、はい、なんか言ってたことすごい共感しましたもんなんかこう僕女その時前で実は女の子のことをよく歌ってるんですけど女の子を歌ってるなんか好きだから。 ああいいなあと思って歌ってるけどそれと同時になんか女の子とこの子のことを壊したい気持ちも同じぐらいなんかあるんだよみたいなこと言って <laughs> <ー>すげえなんか分かるわその感じみたいな、うん、あーなるほどねか<ー>そうなんですよださっき言ったそのそうですねうん、うん、そうなんかあの暴力とハーモニーっていうのはなんか僕やっぱ音楽って自分の中では、うん、なんかこう 安心で安全な、この、なんていうの、ご先祖様がくれた社会みたいな中で生きてるじゃないですか、僕ら、うん、の中で生きてて。うん。だけど、なんかそれだけじゃ満足できない時ってあるじゃないですか。どうしても、うん、なんかこう、ああ、もうどうしてもぶっ飛ばしたいわ、みたいなっていうかなんていうかね、本能的っていうか、うん、なんかそれを、うん、こう解消してくれるっていうか、なんかそういう気持ちも救い取ってくれるみたいな感じがいいなと思って。なんか、うん 今パッ思ったのはこれ多分、うろ覚えなんですけど「ゴイン n ステディ」のミネタさんのあの人、なんか日記昔にめっちゃ書いてたじゃん。うん、書いてた。俺めっちゃ読んでた。読んでたうわーってなった気持ちの時に音楽聴きながらあの人、確かどこだったっけ田舎の出身じゃん山形でした山形だったっけ山ん中がーって走って駆け抜けてたらっていうエピソードをなんか今思い出した。でもそそうう動 ありますもん、ね、そうそうそう、うん、なんかやっぱりやっぱり何て言うの1日3食と6時間の睡眠だけじゃ人間切っていけないんだなと思いますう,んうんでう僕が好きなとこは23分で終わってしまうんですよそれって、えっと、23分たかたか23分じゃないですか1曲 1> ーオープンミュージックねで23分で終わってその間はもう何て言うの人間 であるっていうか本能に忠実みたいなわあっていう気持ちになるけど、うん、たかだか3分したらもう終わっちゃってまた退屈な日常が続きますみたいな、うん、なんかそのシュールさみたいなんが僕は好きなんですよだからなんか誰も傷つけないで済むんじゃないかなと思って23分で終わっちゃうからはい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 、うん、そうそうんかそれがずっと続いたら、うん、もしかしたら本当に暴力とか振るっちゃうかもしれないけど、うんうん、だけど なんかそういうい本当に暴力とか振るわないけどたかだか23分の間だけは、うん、この、ね、退屈とかから全部逃れれるっていう、うん、なんか自分が作ってる曲とかは割とそういうイメージを持ってるんですね多分じゃ結構曲タイムとかもこだわりありそうあすごいあります、うん、やっぱ短いのが基本的にはうん、うん、なんかそれはね僕 ラモンズ好きとかよりも、うん、なんかフォークの人で高田渡るっていう人がいるんですよフォークシーンが昔の、うん、お酒飲みすぎて死んじゃったけどでその人がね曲は短い方がいいに決まってるんだみたいなことを言っててへ<ー> <laughs> でそうなんていうのうほんと30秒ぐらいで終わっちゃう曲とかあるんですけどんかいいん短い,いや集中力がないんですね僕多分 <laughs> 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 なんかこうある,あるじゃないですかその バンドとかも4枚目ぐらいのアルバムだと6分とか8分の曲とかってあるじゃないですかああいうの聞けないんですよだからファーストとかセカンドばっか聞いちゃうみたいなバカだからかな俺がんかもうじっとしてらんないみたいになっちゃじゃあクラッシュとかも最初の方がは断然好きなの最初のあのロンドンコーリング好きかなあと2枚目のやつとかあ2枚目好きうん着物のに花って じゃあ <laughs> そろそろもう一曲じゃあそうですねたくさん話聞けたんでダラダラ喋ってますあいえいえ <laughs> ちょっと曲結構みんな聞きたいと思うんでああありがとう聴いてくださいじゃあ曲紹介お願いします、はい、えー、マンチェスタースクールでラストシーン <music> マンチェスターででラストシーンでした素晴らしい <laughs> 自分で言っちゃおう <laughs> 素晴らしい <laughs> 俺好きやないやありがとうございますえー、いろいろ話聞けてます、はいえー、今日はマンチェスタースクールのハルロくんゲストに迎えてますどうもこんにちはじゃあさらにハルローくんのルーツに迫りたいんですけど<ー> <laughs> 迫って <laughs> じゃあ音楽を始めたのっていくつぐらいの 時ですかどんなきっかけでえっとね僕は父親が音楽好きだったんですねどんな音楽なんか母親が言ってたのは何、はい、て言うのああいうの,いうの子供僕が生まれる時に陣痛みたいなことになってる時に、うん、なんか普通なんかこう大丈夫かみたいなことを言うんだけど、うん、うちの父親はその時 YMO がすごい好きだったから、はい、YMO を陣痛の時に これを聞いたら大丈夫だからって言って、聞かせてたらしくて、もう今すぐこいつぶっ飛ばしてやろうかって思ったって言ってましたね。どんなエピソードなんですかなんかね、そうそう。え,そえ、それが何それがで僕の父親は、だから音楽が結構好きで、はい、だどっちかというと父親の影響で音楽を聴き始めたところはあるへぇ。えー、そうそう。 え感じゃあ家にレコードとか CD があってってことありましたあの人父親は多分そのニューウェーブとか好きだったと思いますへえ日本のやつとか,か YMO だもんなそうそうそうあとなんかそうですねうんうん好きだったと思いますへえー、でなんか自分では、うん、その頃秀英くんね同世代だから分かるかもしれないけど高校、はい、え違う中学生ぐらいかの、うん、時は パフィーとかすごいね。流行ってたじゃないですか。流行ってた。ん。可愛かったじゃないですか。ミリオンセラーの時代よね。そうそう。パフィーがね、か可いかった、今でも可愛いいけど、出だしで可愛かった時に、僕らね、パパパパパフィーとかね。そうやってた。で、パフィーの曲って奥田民生が書いてて、なんかいいなと思って。 そこからやっぱりビートルズをすごい聴いたんですよ。なんかビートルズね、なんかめちゃめちゃビートルズがオマージュされてる曲、これが私の生きるみてたっけとか、ねいろいろみたいな。仕込んであるんですよね。そうなんですよ。だからビートルズを結局、いわゆる洋楽みたいなのは。 初めていいたのはビートルズだと思いますすごく普通だけど <laughs> <laughs> もうなんか真ん中から入ったみたいな感じですけど <laughs> 王道からそうそう <laughs> なるほどのその時は多分周りの人みんなこうビジュアル系がねすごい入ってああ俺らの世代はね、うん、あのグレイラルクルナシーそうそうそう、うん、で一緒にギターとか始めたお友達も、うん、なんかグレイのこの曲弾けるんだよみたいな こうやってたんですけどなんか僕やっぱりちょっとそういうとこひねてるっていうか、うん、意地悪なんでいや僕絶対ビジュアル系とか聞かないと思ってはやってたからかなみたいなでも一人マッシュルームカットにしてめっちゃビートルズめっちゃビートルズ聞いて、えー、そうビートルズえ,えで、まあ、実際に自分が音楽を始め出したのは、うん、でもね楽器で言うと家にギターが。 アコースティックギターがあって、ああ、お父さん、そう影響で、で、なんかちょっと俺が興味も、僕は興味持ってるのを、うん、なんか横目で見てたらしくて、うん、なんかこう、朝起きたら、なんか変な親父なんですよ。僕の親父。<laughs> なんか朝起きたら、うん、そのギターの、その、なんていうのギターに紙が貼ったって、うん、c コードだけ書いてるんですよ。 C コードだけ書いてて、はい、あとは全部自分で覚えなさいって書いてて C コードだけ教わったんですよ <laughs> <laughs> 初めの一歩だけは勝手生かすけどそうみたいなそうそう C 以外は絶対教えてくれなかったなんでなんでだろうね E とか G とかじゃなく C, な C そう C だけじゃ曲できねえよと思って <laughs> <laughs> それで3コードね教えてくれたそうそうそうだけど、ね、まあ、ね、自分でなんかやりなさいみたいなそうでそれでやって覚えました ギギタターーからなんだねですはっきり覚えてるわ初めてやった曲はあれですよ僕多分あの今宵の月のように」だあエレファントがしまし世代世代なんですよ懐かしいでしょだって懐かしいパピーとかまさに懐かしい奥畳は好きだったし俺ビートルズとつながってるっていうかねうんそうそうそう結局ビートルズが多分僕一番原点っていうか でなんか多分ね今僕そのコード進行とかギターでこういう何、うん、てうの弾くコードとか曲のなんかこう何、えー、ていうの基礎みたいなを学んだわけじゃないけど勝手に覚えたのはビートルズからだしそれは多分高2の時期に全部覚えたことを、うん、あじゃあ中2か中2の時に覚えたことをずっとそれ いまだにそれだけでやってると思います、たぶん、そのコード進行っていうのは、<ー>なんか1年間ずっとギター、えあのうん、ビートルズをコピーしてたんですよ、学校帰って直接、もうすぐ。え、それって何、全部のアルバムをやっていくみたいなこと全部のアルバム、でも初期の方は全部やったかも<ー>、うん、っていうので、それね、それもまたいいんですか、エピソードがあって、<laughs> はいど <laughs> なんかね、すごい好きな女の子がいたんですよ、うん、で、なんか、何歳の頃 中時あ中時2の時で、うん、なんかこうえっ、ー、とね高校生になったら絶対付き合うねって謎の約束をして、えー、2二人とも好きだったのにみたいなで公認の時にそれを公認の初めにそういう約束を交わして、はい、で僕なんかあそんな時になんかふざけて坊主にしてし,しまったんですよ、うん、自分でじゃあなんかそう坊主にしたらその女の子全然喋れ ててくくれなくなっっちゃでも俺は約束したからと思って <laughs> <うん S 1> 高校になったら付き合ってくれるって言ったから <うん S 1> 耐えしのごうと思ってあとその他の子には目もくれずにきっと付き合ってくれるんだ僕も好きだしてずに <そう S 2> でもうそのうわーっていうそのでも 喋ってくれないみたいな気持ちをどう消化したい,いか分かんないからだからいつも誰とも友達とは遊ばずに家帰ってビートルズの曲を知らせられる演奏してそれが多分僕の今作ってる曲のもう何ちゅうのもうお手本の全てなんですよもうそれ以外そこそれをやりくりしていまだに曲を作ってるっていうか パワーポップというかビートルズから直のそそううです,そうです <laughs> ポップネス <laughs> そうなんですだからパワーポップとかって僕本当に最近最近じゃないけど、えー、ちゃんとなんてうの大人になってから意識したあ聴いたりしたーうん、うん、ザ・フーも別になん,なんかねパワーポップとか全然思わなかったへえー、好きって思っただっけみたいなたなるほど、うん ビートルズをひたすらコピーしてそうひたすらコピー結局そのことはどうなったんですかそのことはね結局高校まで喋ってくれなかったから高校の時に満を持して手紙を出したんですよあの時の約束高校になったけど今思ってすげえ気持ち悪い中学生だけどいつまで言ってんだみたいなでも見事振られましたねそうなんでも明らかに坊主にしてから反応がそか でも今考えたら坊主にするぐらいでさ喋らなくなる女けだかもういいやと思うんですけどね,ね <laughs> そうだねおかしいですよ、ね、そうだけど少年春郎は、うん、なかなかやっぱこう傷ついちゃったんかなっていう確かにですよえーはい <laughs> 面白いこの話だよ <laughs> 面白そう、ね、えいやその音楽の話するとそっからじゃあえっ、ー、とパンクロ はいはい、にはどう出会ったんですか？パンクはね高校に入ってからですね。うん、えっと高校は本当僕友達いなくて一人だけしかいなかったんですけど、その一人がなんかそのパンクをその一人と一緒にパンクを聴こうってなってへ<ー>一緒に聴いたんですよ。パンクは特に好きやったってことでいいんですか？それまでね全然聞かなかったんですよ。な、うん、パンクってイメージはそのモヒカンで わーみたいな言ってるだけかなと思ったからうん、うん、多分好きじゃないかもなと思っててうん、うん、でもでもそのビートルズとか聴いてる時にいやもっとガツンと来てくれよって思ってた部分もあったんですよあまあね,ね当時からしたら20年30年前の音楽だからそうそうそう,そう、うん、でその時にそ高校に入って唯一できた友達と、うん 本当にこれも大王道すぎてあれゃうけどセックスピストルズをね聞いたんですよ勝手に仕上げるの。有名なバンクバンドじゃあもうすげえいいと思ってこれを俺求めてたいけで超ストレートでこんなに語弊があるかもしれんけどメロディアスでポップだとは思ってなかったっていう時期かなだからメタルみたいなイメージ持ってたのかもしれん僕。 これこれみたいな。で、なんかよくあるね。パンク聴いたら、それ以外の、それ以外、それまで聴いてたレコード全部いらねえやとか思っちゃったたちです。ああ、俺、セックスピストルズあったら、ビートルズ全部捨ててやるよと思ってた。でも今はビートルズの方が好きなんだけど。面白い。へえ。ー。すげえベタなんですよ。なんかそのピストルズの。 初代ベーシストのグレン・マトロックだけビートルズ大好きでクビになったんでしょああそうですね。有名なエピソード。なんかお母さんにこの曲やっちゃいけないって言われたとかって。え、何をピストルズをピストルズの曲を聴かせたらこんな曲やっちゃダメって言われて。言われる。そうへえ。でも結局はビートルズだったんだなって今は思ってますね。うん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 。え、ピストルズでハマって。え、もうそっから直でマンチェスタースクールになったのいや、そっからね。 やっぱ時代は、うん、秀樹君もご存知だと思うけどメロコアの時期じゃないですかまさにはい、うん、で僕メロコアも正直それまで聞いてなかったんですよへえ<ー>クラスのいけてる人が、うん、なんかハイスターのコピーバンドやってるってイメージが僕の中であったから<ー>あんなの何もよくねえよってずっと強がって言ってたんですけどなんかやっぱパンク聞くとやっぱそっちの方に流れていって、うん そのメロコアみたたいいななてました、うん、でなんかそっからやっぱあれメロディックハードコアだから、うん、やっぱハードコアっていうワードがやっぱちょっと気になるわみたいになってでなんかその高校の時唯一できた友達とライブとかそいつが連れてってくれて僕はどっちかって家出るコとドッコが好きだったんです高校生の時、うん、高校生の時かなでなんかライブ連れてってくれたら初めてのライブ初めてでもないけどなんか何回か行って、うん、で が言ってときにわあすげえと思ったんがそのえっ、ー、とラバーズラバーズって僕らのファーストアルバムのレベルオーナーのバンド、うん、レーザー o r ッ e とかアイドルパンチってバンドがライブやってて、えー、もうそれでもうそれこそそ,そこでも思いましたもうそれまで聞いてたら音楽全部忘れてもいいわと思った <laughs> <laughs> えそれがハームクアパンクとの出会いそうですそうですえーうん、でそこからなんか外国のバンドとかも聞いたりしてあそうなんやそこですごくこう 音楽いろんなこう幅ができましたね当、うん、時っていうのは多分いわゆるゼロ世代ってやつでうん、うん、ハードコアのバンドとかと一緒になんかノイズっぽいバンドとかうん、うん、ジャンクっぽいバンドとかなんかピコピコしてるけど激しいバンドとかなんかいろいろいたんですよでそこでなんかすごい音楽一番こう幅をもっと聴いた時期じゃないかなですか。ナンバーベアーズもだしなんかいいろろですね うんうんうん、ファンダンゴとかも普通に行ってます、ね<ー>うん、んかメルトバナナとかね、聞いたりとかして,て<ー>すごそうきだったーえー、じゃあ、<laughs> 後にレイザーズ・エッジのレ、はいえー、メンバーが運営しているレーベルからってなると、<laughs> もうめちゃくちゃ嬉しいわけですよねそ。それもね、パンゲアで出会ったんですよ、ケンジさんとレイザーズ・エッジの。えー だからそれまで僕らは橋にも棒にも引っかからないようなバンドだったんですけど、うんはい、でパンゲアにその出た時にそのケンジさんがレーザー・デッチの僕らのケンジさんが見てくれてなんかいいなみたいに言ってくれてすげえ緊張したんですけど。あ、それで、ね まあ、えそこまで,では全然知り合いじゃないけど一方的にまあフ,ァファンというかそうです僕だからもう本当に絵に描いてのファンだったんで物販も勇気出して買えないわみたいなえお客さんだからこれ聞いてもしお客さんでそういう人いたら、うん、もうマンチェスタースクールは大丈夫なんで声かけてくださいって本当に思いますあの物販とかで。 ちょっと <laughs> でもなんかライブとか見っぱ怖いイメージはあるかもしれない、ね、怖いかな全然怖くないのに音楽もなんかやっぱ激しいし,<ー>いやし俺も最初に俺最初に見たのは、うん、え前も言ったけどフルティーンズの、あのー、菅沼君がやってた企画うん、うん、スタジオライブかなそうそうそう、うん、あの時に初めて見たんですけどはい、はい、多分存在は知ってたんよまあ最近のライブもっと 激しかったしそうですねうん、うん、セットリストも早めの曲が多かったはずだしうんうんうん やっぱ怖かったもんね。ええ。あのー、この人は、本本物の、ちょっと危ない人や。いやいや、全然ですよ、僕。いや、もう、春ロく君は危ない人。ロ郎さんは危ない人ってなったから。すげえ税金とか納めてるもん。きっちり、耳揃えて押さえてんのに。そんなこと知らないもん。絶対そんな払ってないと思ったいやいや、払ってる。保険も払ってないと思って。保険も払ってる。バイトもできない人だけど。いやから長生きしたい。 もうこの人は27歳で死ぬなと思ってい,いやいやいや多分その時27ぐらいと思ってそうですねでも僕は秀く君の方が怖かったです何でやねんなんていうんかなはいみたいなこう感じあ僕いや、ねうん、僕は全然嫌じゃないけど人見知りなんでそうそうそう多分そうだと思ったけど距離作っちゃうんですうん,、うん、なんかあなんか怖いなって <laughs> 怖くはないと思うんですけどね、うんうん、でもお互いねそうですよねあだからえー、っとねマンチェスタスクールみんなだけどちょっと人見,人見知りというかなん<ー>だろうそうですね,ねそういうとこあるんじゃないんですかなんか、ね、それ同士がやっぱ出会ってしまったから <laughs> ああそうですね突く島もなかったかそ,うそ,うそうですねうんうん確かにえっとこの間ベーコンのイベント、うん、呼ばれて出てましたけど、はい それこそ僕が最初に見た頃と比べるとはいなんか台版とか活動の幅って広がってきたのかなって感じてるんですけどなんかどうですかそ,そうですねなんかやっぱりうんなんかいろんな人にこう聞いてもらいたいというかうん、うん、なんかこうつな,がつながりたいなと思ってんなんていうのかなうんうんうんなんかこううん、そうですねうん、あのー ちやっぱもともと僕だっそのさっきもビートルズから入り、うん、パンコはセックスビストロズから入りましたみたいな多分ミーハーだと思うんですよ <laughs> 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 だからなんかそうなんていうかなそういうなんかこう真ん中の人にもちゃんと聞いてほしいなみたいな<ー>真ん中の人、うん、たくさんの人に聞いてほしいなって単純に思いましたうん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  いや届くね何だろうポップポップセンスが詰まった曲だと思いますし嬉しいえち,ちなみにじゃあどんなバンドが興味ありますか今のライブ発信のバンドでああだからそのベーコンの時も一緒だったけど、うん、アフターワーズは意外なところがえー、そうですかあんまイメージなかったええー、やっぱあのね 僕やっぱギターがしびれちゃうよねやっぱあ,のあー、うん、ギターヒーローですからね。そうそういいなって思うすごいライブとかも。<ー>うんうん、なんかぜひまた一緒にライブとかしたいなと思って。アフターアウーズのメンバーだってマンチェスター・スクールのライブでめっちゃ盛り上がってたもんね。あそうでしたかねそうだわ。嬉しい 両思いじゃいやったここでやっと両思いになれたわ中学の時はダメだったけど <laughs> いやいや坊主にしても大丈夫あ,あそっか坊主 <laughs> <laughs> にしてもアフターワードしゃべってくれるかなしゃべあれどうかなあまたじゃあビートルズ家で練習しなきゃダメだわ <laughs> <laughs> そっかアフターワードかベーコンも好きです,いいです僕 あんなんかベーコンのライブってこう何ていうの悲しい気持ちに一秒もならないじゃないですか <laughs> ないっすねいやそれはんか嫌な意味じゃなくて <laughs> うん、うん、でそれがすごいいいなと思ってあ<ー>、うん、確かになんか自分にはあんまりないんですよそういう部分やっぱこうどうしてもこうなんかこうねこうしょぼんとしてしまうんでああいうこうパーンっていうライブは羨ましい<ー>やりたいねえまああれ人柄が出まくってるもんね <laughs> ねえ そうですよ、ね、コードさんのさんそうそう、うん、あとなんかあの音楽性なのに喋ったらすげえその何ていうの大阪の南の喋り方みたいなするのがすごいいいなと思う、うん、<laughs> グリーンデーとかも多分そうなんだろうなと思ってグリーンデーすごい方言って言うじゃないですかああそっかそうそう <laughs> なんかノンフとかも面白いんでしょあそうなんだってコントみたいって聞くあ俺、えー、見たことない見たことないわ あ、ライブがねあそうライブが好きですベーンじゃあまたまあどうせやる機会ありそうだけどうんうんうんそっかそっかじゃあ気軽にじゃあ誘ってくださいってことでそうですねあの本当にあの本当に「おい!」ってもう感じで「おいお前!」っていう感じで声かけてくれたんだよね そうですよね。いや、僕がだけ、ね、あれを言ってた方がいいんじゃないあの、ベースの、あの、タトゥーいっぱい入ってるけど、怖くないよって。あ,あの人ね、<laughs> あの人一番怖くないですよ。だってあの人ね、本当なんかあの人ね、なんかこう、渋い顔みたいなするんですよ。物思いにふけてますみたいな顔。なんか世界の悲しみについて考えてるみたいな顔するけど、<laughs> あの人ね、本当にベースのこととご飯食べることしか考えないで。<laughs> <laughs> で、ベースはね、あの人よく僕らのバンドの中で言うんですけど、うん、ベース置いとくの。じゃあ弾いてんの、勝手に。 で、取り上げたら引かないの。だから、うるさかったら取り上げちゃえばいいの。で、引いてほしいときは置いたら引いてくれるから。生まれたての、そうそう、チンパンジーみたいな感じ。だから、ベース人間って言うと、いいように言い過ぎだと。だから僕らあの人のことを、人間ベースって呼んでる。もう、お前自体がベースみたいなもんだって。うバカなんですよ、あの人。じゃあ怖くないんですね。全然。 全然もう気軽に声かけてほしい、はい、じゃあこれからいろんな活動 <laughs> 活動の幅広げてはいはいもう今年は2020年は<お>なんか音源も作りますんで聞いていお楽しみだな,、ね、なんかどんな音源になりそうですかちらっとさっき言ったみたいに、うん、やっぱりそのつながりたいっていうのがやっぱテーマなんだなってこの前バンドの中でも話したんですけど、うん 例えばライブでこうなんかこうみんな来いみたいなそういうライブ僕できないんですよなんかこうおいみんなついてこいみたいなさそういうライブできなくて結局なんかこう一緒にみんないよっていう,こうみんなで一緒に行こうっていうなんかそういうのしかできなくてだからそれをねやっぱテーマにこうつながりたいとかそういうイメージを。 アルバムじゃないか音源を作りますんではい聴いてくださいいやめっちゃ楽しみですお願いしますぜひ販売させてくださいねああもうぜひぜひ、はい、ホリデーでも扱ってもらおうあもちろんうんええありがとうございますよろしくお願いします最後にもう一曲じゃ曲を流してええー、曲を流しましょうはいじゃ曲紹介お願いしますえマンチェスタースクールで In the room 今日はゲストにマンチェスタースクールのハルローくんを呼んで、えー、たっぷりお話を聞かせていただきましたありがとうございましたありがとうございました楽しかった楽しかった楽しかったいや <laughs> 小学生みたいでごめんなさい <laughs> <笑><笑>じゃあ最後に何か告知とかあったらどうぞよろしくお願いしますえっとですねまだちょっとあの情報があの解禁になってないけど、うんはい、大阪でまた あのライブさっき言ったようなバンドとかなっていうねライブがありますんで<お>よかったら皆さんあのお越しくださいはいじゃあツイッターとかでねチェックしておいたアカウントありますもんねありますバンドのもあるし僕個人のもあるしはいじゃあそれをチェックしていただいたらお願いしますぜひライブがすごいバンドなんでああありがとう見てほしいですはい、飛んだり跳ねたりするよ <laughs> 跳ねてるなー <laughs> 飛んだり跳ねたり、ベースの人が叫んだりするから。まあ、そうですね。<laughs> あの人ね、もうそろそろ誰か注意した方がいいですよ。<laughs> じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。あ,ありがとう。エンディング曲かけてお別れしたいと思うんですけど。お別れする。これ、俺、ハ郎く君にもぜひ聴いてほしいと思って曲を持ってきました。やった。エンディング曲が、名古屋のバンドで、<お>フィッシュっていうバンドで、 最近出たばかりの新譜で Feel Like Shit という曲になってます。はい。えこれを聞いてお分かりです。じゃあそれでは皆さん、さようならさようならありがとうありがとう